輪島の観光名所朝市通り。ここに軒を連ねた店舗や住宅およそ200棟が地震による火災で焼け落ちました。あれから1ヶ月、ある夫婦の姿が。ここ入って、ここがトイレですね。ここがキッチンで、でもここは全部土間で。元日まではこの場所に立っていた家。跡形もなくなった我が家で探していたのは、ここで骨も見つかってるんで、おそらく3匹が一緒に、まあ、まずやっぱり一酸化炭素とかで気を失って、その後亡くなってると思います。夫婦が一緒に暮らしていた3匹の猫、地震の後行方が分からなくなりました。その後2匹は亡骸で見つかり、残る1匹を探していたのです。でまあ、もう1匹分の骨をなんとか見つければ僕らも最後ちゃんと手を合わせられる。この朝市通りで桐本さんに出会ったのは地震から10日が過ぎた頃。うら、はく、さ、当時はまだはぐれた3匹が帰ってくると信じ、何度も名前を呼びかけていました。お腹を空かせた猫が匂いにつられて帰ってくるようにと、餌を置いたケージを通り道に仕掛けます。そこには見知らぬ猫がやってくることも。自分の飼い猫を探すだけでなく、迷子になった猫を飼い主のもとへ届ける活動を始めた桐本さん。地震で猫とはぐれてしまった多くの飼い主がその取り組みを知り、桐本さんのもとに集まってきました。自分の名前と猫、人も動物も、まあ、お世話になってる同じ命なんで、安全かどうかっていうか、まあ、安否が分かりきるまでちょっと心はずっと休まらないです。この日桐本さんを訪ねてきたこちらの女性、保護された猫に心当たりがあると言います。7年前から一緒に暮らしていた飼い猫は大きな揺れで家から逃げ出し、行方が分からなくなっていました。まだ分からんかな。顔や体の特徴を確かめますが、顔、あの鼻、違うかな。あ、違うか。あのね、尻尾の先がね、もっとこの辺でコロンとした。願っていた再会とはなりませんでした。今ね、避難所生活してるから紛れてるんですけど、自宅戻るようになったらやっぱり黒さんがいなと。どうかな、かなり寂しい感じするだろうなっていう。地震から間もなく1ヶ月、桐本さんは今も迷子の猫を探していました。輪島市はより安全な場所への二次避難を呼びかけていますが、ペットが見つかるまで家を離れられないという被災者も少なくありません。ともこさんの匂いがついた布とかタオルとかあったらこれにかけたいんやけど、どうか。この1ヶ月で20匹以上の猫を飼い主のもとに戻してきました。その一方で桐本さんに起きた悲しい出来事。
夫婦が一緒に暮らしてきた家族。3匹のうち2匹が変わり果てた姿で見つかりました。悲しみに暮れる間もなく、次々にやってくる保護猫。飼い主や里親が見つかるまで世話をしたいと考えていますが、早く仕事復帰しないと、動物どころじゃなくて自分たちが生活するお金、いろんな生活用品も燃えてるので、僕らのもう貯金ももう底つきますし、家も仕事も失い、差し迫っている生活の再建。残る一匹の飼い猫が見つかった時、桐本さんはこの活動に一つの区切りをつけようと考えています。離れ離れになって、ペット、飼い猫、飼い犬も飼い主を探す方法もないので、こうやってやっぱり、ね、ひたすら探していくしかないんですよね。ペットは声出せませんしね。で、人間にとってもペットってのは、ね、家族同様ですから、はい、本当つらいですよね。こういった地震が起きた時にペットとはぐれないようにするためには何ができるのか。例えばですけれども、首輪などに飼い主の名前や連絡先を書いておく、こちらはもうすでにしている方もいるかもしれません、はい、あとはこれ犬の場合なんですけども、自治体に登録すると識別番号というのをもらえます。それを首輪などに明示しておくことが義務化されています、はい、あとは名古屋市ではこういった補助もあります、これがマイクロチップです。2022年の6月からペットショップなどでは義務化されているんですけども、一般の我々は今努力義務ということです。これ1センチのものなんですけれども、はい、ここに飼い主の情報などを入れることができます。指定の動物病院で装着ができるんですが、費用が数千円程度、はい、名古屋市が1000円を補助するよというものなんですね。でもう一つこちら、飼い主ができることとして、はい、名古屋市が用意している絆カードというものがあります、各区の保健センターや市役所でもらうことができます、こちらにはペットと一緒に写り込んだ写真を貼る欄などがありますし、あとはマイクロチップの番号も書くことができます、そのワンちゃんや猫ちゃんの特徴、名前ですとか、あとはですね、識別番号も書くことができるということで、飼い主が持っていて、これを元にペットを探すことができるよということなんですね。マイクロチップについては、やっぱちょっとかわいそうだっていう、ね、発想もあると思うんですけど、こういういざっていう時のために装着しておくっていうことは大事なんですね。堀尾さんいかがですか。何でもかんでも資格を取ればいいというものでもないんですけど、ペット災害危機管理士っていう資格があるんですよね。1級から4級まであって、要するに災害時にペットとどう避難するかとか、その災害にあった時に最小の被害にするにはどうしたらいいか、ペットのその家の中のね、ケージの置き方とか、家具を倒れない人、それは人間と共通するんですけど、そんなことも結構資格を勉強することによって、いろいろ学べるんですよね。で、1級になると指導もできるっていう資格なんですけど、その資格を取らないまでもそういう方たちと相談して、そのペットのこう災害にあった時にどうしたらいいかっていう対処の仕方を学ぶもの、一つの手かなっていう気がしますけど ね。実際に地震が起きた時に、例えば避難一緒にしやすいようなこのケージの場所と か、そういうこともいざっていう時にこういう行動を取ればいいよっていうことを学べるんですね。そうですね。あと避難所の中でもペットと共有の空間を設ける自治体とそれはできないという、いろんなケースがあるじゃないか。そういう時にはどうしたらいいかとか、いうことも書いてあるっていうか、資格でいろいろ勉強できるみたいなんでね。そうですね。やっぱり今のうちにできることを、やることはやっておいた方がいいと思いますよね。ペットは特に、